者のです。中尾です。元木。マサイ。さあ、本日はですね、シルクロードからの、はい、試練を受けたの。お、今日はちょっとその企画をやりたいと思います。確かにここ体育館だけど珍しくシルクいないもん。そうだね。初めてのハンドボール。ハンドボールはやったことないじゃない。ないです。やってないね。授業でやってたよ。あ、いあるわ。やったんだ。どうだった？無理。多分ろくな仕事してないよ、その時。で、今日シルク君今最初はいないんですけど、後から来ます。なのでそれまでに我々成長しなきゃいけないっていう物語ですけど。なるほど。誰と戦う？東久留米市立西中学校という場所をお借りして、はい、今日はそのハンドボール部の方々となんと試合をさせていただくという。そう、あの全国優勝も経験のある学校さんなんで。マジか。なんとそのチームの胸を借りて今日、まあ、初めてのハンドボールかつ中学生の子たちと対決と。はぁ、うわ、しっかりやんないとヤバくない？そうなんです。ヤバくないところじゃないんだよ。どうする？無理じゃん、そんな。はい、強力な助っ人も来ているので。あ、よかった、ありがとう。まずはちょっと中学生の皆さんに登場していただきましょう、はい、お願いします。今回、東久留米市立西中学校のハンドボール部の皆さんに来ていただきました。おー、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。強豪の挨拶です。素晴らしいですね。ハンドボール部って全員で何人ぐらい？40? 多いな。マジで初めてのハンドボールなんで、さすがにいきなり試合やったら勝てないと。そうだ、ルールはね。そう、ルールもね、まずおさらいしなきゃいけないところなんで、はい、今回もう一方、はい、とんでもない助っ人をシルク君が送り込んでくれます。何？ちょっとご紹介いたします、はい、お願いします。プロハンドボール選手兼人気 TikToker のレミタンさんです。、すごい、すげえ。あ、異名がありましたもんね。TikTok では、王子様の白馬で。でも本業はハンドボールやってるんです。そうですよね。じゃ、レミタンさんに今日はハンドボールをちょっと限られた時間、1時間半という時間が。1時間半しかないの？そうなんです。やってやりましょうよ。やったら風格ありますか？いや、もう僕中学校の時弱小だったんですよ。あ、そうなの、はい、弱小でもう県大会も1回しか負けぐらいのチームだったんで、もう強そうで羨ましい。僕たちもしっかり吸収して、そのタイミングでシルク監督が今日来てくれるんで、レミタンの後にシルクが来るの？そう。あ、そうなんだ。すごく細かいこと言うと、指の治療をしてからここに。あ、そうか。指やってるんだ。そうなんです。だから今日は彼は参加しません。その代わりに俺らがつってめっちゃ成長して、勝てるぐらいまで。いや、頑張んないとね、はい、よし。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、練習の前に実は今日ね、みんな来てもらってると思うんですけど、今日マイプロテインさんというところからいろいろご提供いただいて、そのコラボ企画となっております。なるほど。なんでここのウェアだったりとかプロテインとかバーとかいろいろあるんです。なるほど。最高だね。むちゃくちゃ趣味なんじゃん。そう、ね、すごいな。じゃあみんなで練習頑張っていきましょう。じゃあまたね。レミタン先生よろしくお願いします。お願いします。簡単に言うと、一番多く点取った方が勝ちっていうスポーツ。わかりやすい。なるほど。バスケみたいに3点入ったりとかそういうのなくて、全部1点です。なるほど。全部1点で30分前後半なので2回やります。長いっすね。長いんだ。長いっすね。7人制なのでキーパー1人とコートプレイヤー6人。うん、はい、なんでもう早速人数が足りてないんです。4人しかいないですもんね。いや、一応ね、そんなこともあろうかと、今日フィッシャーズスタッフ来てるんで、ちょっとそこで補充します。はい、補充します。何とかします。で、ゴール見てもらったら分かると思うんですけど、高さ2メートル、横3メートルのとかるところも同じですね。はい、ボールを使って、ここにキーパーがいるわけなんですけども、もう一つ言っておかなきゃいけないルールがあって、ここに青い線がこうビーッとゴールを囲うようにあるの分かりますか？あります、あります、はい、これ6メーターラインって言って、ゴールからちょうど6メートル距離あるんですけど、はい、この中はキーパーしか入ってない。あー、はい、結構遠いよ。そうなんです、うん、ボールを持ったまま入っちゃったりとか、もう単純に入るだけでも相手ボールになっちゃうので、うわ、苦しい。ジャンプして飛んでる間はこの中入っても OK です。うわ、なので着地しちゃう前にボールを投げて、キーパーと駆け引きをしてゴールを決める。なるほど、なるほど。僕らがまずやった方がいいメニューとかね。まずパスからですね。ですからですね。確かに。パスやって、シュートやって、で、1対1のフェイントのかけ方を。おお、そうですね。はい。で、ポジションも決まってないと思うんで、はい、ポジション決めて、はい、で、まあ、ディフェンスちょっとやって、もう試合行ってたんですね。いやー、ガガドールにある、来てくれました。シルク2回戦。はい。絶対勝ちましょう。肘は、できるだけ高い位置まで持ってって、で、手首で最後押し出してあげる。最後押し出してあげる。え、ちょっと、まだめちゃ半端だよ。説明の威力じゃないんだ。
最後手首をこうグッと入れてあげると、そうです、そうです、力がうまく伝わる。キャッチの仕方はすごく大事です。はい、手のひらを相手側に見せてこう吸収するようなイメージで、キャッチすると取りやすいです。わかりました。みんな上手ですね。あ、本当ですか。思ったより伸びる。そう、伸びる、このボール。申し訳ないですけど、もうシュートいきましょうか。はい、はい、上がってきたよ。次はシュート、早速やっていきたいと思います。早い。3歩まで歩いとく。3歩。そうなんです。ジャンプシュートっていうところなんですけど、右利きの人は左足で取る、左利きの人は右足で取る、うん、左、右、左で飛んでシュートを打つっていうのが基本です。で、1、2、はい、やばー、マジでやりましょう、お願いします。いきます。はい、あ、右足、前に左手で余裕持って今こう打つ瞬間持ち替えて打ってましたからね。いたずらしてる猫をやってたらいいんだからさ。左足で飛ぶ。左、左、そう。 OK、 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 フェイントを織り交ぜていきたいと思います。フェイント、はい、フェイントができないとハンドボールはちょっと話にならないので。入れさせないぞ。あ、怖っ。いや、残像しか見えない、ね、顔決めてた。いや、かっこよかったよ。うわ、まだそこ言われるの。そういうキャラでやってないから。右、はい、違います。こうじゃない。違います。逆。あ、違う。そうそうそう、2本、そう、あ、終わった。終わった。戻ってったぞ。そう、これでいい、これでいい。ディフェンスで、もう一歩、もう一歩出して、もう一歩出して、そう。まずポジションを決めなきゃいけないっていう、司令塔と言われるセンター、はい、センター、
お、元木司令塔に現れました。エースポジション。お、マサイさんやった。マサーエースでいいよ。左サイド、僕がやってるポジションなんですけど、ザカオさん。ザカオ、ポストというポジションがあるんですけど、ポストもうディフェンスにもみくちゃにされながらもこう味方にスペースを作ってあげる裏の主役みたいな、はあ、攻撃の主役でスペースを作りつつも自分でボールもらってシュートを打ちに行く。なるほど。ポストというポジションがあるんですけども、んだほさんですよね。わかる。スペースなのを貸してください。本当に1人で2つ座っちゃった。ここです、ここですね。はい、ここです。もしかして優しさで外してくれました？いや、ちゃんと入ってます。本当ですか？入ってたの？入ってたもう見えねえわ。ね、一通り次のお仕事です。そうなんですよ。すいません、本当はあと 4,5 時間教えたいんですけど。ねえ、そうやったらやりたかったよね。限りある時間の中、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと、もう教え残したことは一つもないんです。もう僕の責任がないです。今、きっぱり言ってることでね。よし、頑張ろうな。よし、頑張ろう。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、そうそうシルクが到着したということで。あ、そうなんだ。まあ、一旦休憩挟んで、はい、ちょっと見てもらおう。オッケー。お疲れ様。はい、あの一通りあのボールの練習終わって、はい、オフェンスディフェンス終わって今になります。あ、はい、汗かいてない。サボっただろ。10年超えているタイプの監督いるでしょ。ちょっと食べる。食べる。飲む。これ飲みたい。あ、飲みたい。あのね、プロテインってさ、やっぱりさ、続く続かない問題あるじゃん。まああるね。フレーバーが多いって続く要因の一つなんです。なるほど、ね、ちょっと俺らに合いそうなフレーバーを配ってくれよ、監督、うん。そうだな、いちごがいいな。これあのストロベリークリームなんですけど。おストロベリークリームいいね、はい、美味しそうでしょ。うまそうね。じゃあこれミルクティーはね、一旦君だな。一旦そう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 。でも絶対間違いないのはチョコバナナじゃねっていう。あー、なるほどね。で君チョコバナナで、クリアホエピーチティ。ピーチティ。おお、これ俺何もしてないけどクリアホエオレンジマンゴー。ちょっと走ってたもんな。ちょっと走ったよ。運動したから。あと運動しなくてもプロテインは必要不可欠なの。なるほどね。休憩がてら、はい、いただきましょう。やった。うまっ。プロテインはもう普通にジュース。そう、ジュースだよね。普通通り飲みやすい。ミルクティーまんま、うん、え、マジで。水と合わせてうまいプロテイン本物だから。すごい。まあそうだね。俺持っているふなんか大きくなっちゃうんじゃない。大丈夫。タンパク質ね。ねえ、タンパク質でここむちゃくちゃ鋭くなんじゃない。まあちょっとあの糖分等々取ってもらって。そうだよね。いいですか。やっぱそうね。スポーツってやっぱ頭働かないと負けますからね。そうですね。運動神経がいいだけじゃ勝てないのがスポーツですから。頭脳大事だからな。頭脳大事なんで。海まである。いろんなのあんな、マジ。いいね。うん、いいわ。マルチビタミンじゃね、しかも。おい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 。うまっ。ストロベリー。ストロベリーか。え、食べちゃった。おやつのコーナーじゃないの。え、なの。ちなみにこっちのチョコもめっちゃ食べやすい。甘すぎなくていいわ。どうなん。練習した結果めっちゃいいよ。仕上がってますよ。俺ちょっとそのシーン見れてないからさ、今回マサイが試合の鍵握ってるとまで言われてる。マジか。うん、じゃあ負けたらお前のせいだ。こういうスポーツフロアバランスもめっちゃ重要だから、うん、ね、あの広い視野を持って目の前の敵だけじゃなく、はい、こいつだって決めた仲間だけでもなく、ちゃんと全体を見て動く。何やってんの。フレーバー隔離したの。ディフェンス結構ぶつかんの、ね、あ、コンタクトが多いんだ。ファウルをむしろ取りに行くんだって。でセットプレーにしてっていう、うん、なんか速攻とかで決められるより一、うん、回セットプレーにする。そうそう、うん、ああそういうことね。うわ、めっちゃおもろそうや、うん、なんで俺指取れたんだ。ふざけんなよ。マジで俺ら普通にないぐらい成長したんだ、うん、ああいいね。俺完全抜きのスポーツ企画ってあんまないじゃん。ない。いや、マジでヤバくなって入っていいからね。
スタッフチームマジうまい。マジで、優秀。そう、マジか。君が揃えただけあるもんね。もういけるよ。確かにいける。いける。もううずけるよ。お前本当にいけるか。フェイントはうまいって言われた。おお。いや、こいつね、もうすごいの。最初から始めた時から、もうナチュラルフェインター。でも天才やん。でもたまにしか出ないから。は？そう。歩きすぎちゃうか、上級者のプレーのどっちかが出るんで、彼は。50%ランダム。パチンコ？あっ It's my birthday! あっ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。シュッシュ、いってらっしゃい。うちの守護神をやってくれるマオちゃんです。マオちゃんね、全国のベストセブンって言ってた。ベストセブンすいよ。すごい守護神来た。いくらベストセブンといえどフリーで打たせたら多分あの2分1とかになっちゃうから。そりゃそうだわ。全部のコース塞ごうと思ったら多分無理だから、で片方の悩みで徹底しようで、コース絞らせてベストセブンに取ったこと。なるほど。攻めは自由にやりたいようにやるでしょ。柔軟にもシュー君いなくちゃって勝つ。フィジカルは多分負けないから。そうです。じゃあ試合します。はい、お願いします。いい声、お前らも低くいけ。出し慣れてなすぎるだろ。おっしゃー。さあ、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 何も悪くないわ。あー、惜しい惜しい。いいよ、ナイス攻めっき。いいよ、あれ。コロッ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 今どこ見てた？ねえ、お花じゃでも祭りであったの今。これ魔王ちゃんチャンネルか？魔王チャンネルになっちゃうよ。ほらほらほら、おい、切り返し切り返し、ほらほらほら、いいポスト。後ろが行っていないのでカットイン気をつけて入ってきてよ。一気に惜しい。もうあら、うめえわ、しょうがねえ。いやいいぞ、映ってますね、彼も。それはしょうがない、いいフェイントだった今のは。逆サイド、逆サイド向いて。そういうのやんない。イージーミスだよ。リズム崩れてるでしょ、立て直そう自分たちで。キャッチキャッチ。後
よしよしよし、次だ。おい、切り返し早く決めろ。ダメでしょ、ね、さっき言ったでしょ、フリーで打たせないって。へばらないよ、へばらない。へばらないか、顔出すな。おい、おい、おい、いいよ、いいトライ。いいよ、いいよ、外からも打てるって姿勢見た方がいいよ、ベース的には。いいよ。あー、フリーだ。あー、もうそれしょうがないもん。よし、よし、よし。やべえ、 YouTuber だからって1ミスずつ喋らない。ちゃんと試合に集中。ほら、勝つ。あー、足の下コロコロ。ラインクロスしちゃってるよ。集合だな、俺は集合だ。はい、何がいけなかった今。今そうですね、うん、切り返しが遅いと。攻め切って、ああミスったじゃないのよ。はい、もうミスったって言ってんのも1ミスだから。はい、それね、そうそう、これはミスったらちゃんと戻る。はい、分かった、はい、すいません。あと、そうね、疲れすぎ。疲れてんな、こいつと思われたら、あ、じゃあここ甘くつこうってなっちゃうから、顔に出さない。これでしょ、分かった。はい、あと、そうだな、あと、まさいくん、パスもらうときに、ちょっとパスもらう側に正対しすぎかな。あ、こいつ攻めねえなってなっちゃうから、ちゃんとゴールといつでも向き合えるようにしよう。オッケー。似て企画。それはめっちゃいい。あ、そう、ガガくん、はい、LINE 見えて。ごめんなさい。お前、よかったな。うわ、褒められた。いや、よかった。よかったね。はい、オッケー、以上。はい、次に行かそう。はい、ちょっと、一回、女子に変わってもらおう。あ、でも言ったけど、女子もめちゃくちゃ強いらしいから。らしいですね。そうよね。タッパ的にはいけるから。うん、ね、確かに。上はちゃんと封じれるから。しっかりね、細かいところケアしてる。はい、行こう。ガチなんだよ、あいつ。最初に、一回挨拶させて、相手の声が高かったらさらに上行こう。はい、よし、よし。それで行こう、それで行こう。作戦1。うまいわ。てか早いな。自分の陣地も入っちゃダメだからね、ガガ。頑張って。入んなよ。おー、上手なバウンド。はい、下げまして。いや、高さ狙ってこ。しっかりとコーナー狙ってこ。また抜いた。いいよ。はい、ここ切り替え。すぐです。攻められた。ほら、早い、あまりにも。ほら、あまりにも早いシュートだよ。あの真央ちゃんはうまいこと。おい、いいシュート、すごい。何やってんの。ものすごい止められたよ今。いや、さすが、あかんない、かけよう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 。空中の時間長くないみんな。うまい、うまい、いいぞ。高さ生かしてるよ。いいよ、いいよ、いけ。外すな、お前バカ野郎。よしよ、はい、早く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 
パス出すよ。ナイスキーパー。いいよ。10番の子はよく横に移動する子だ。これ後なんだよ。後速攻で決められてるよこれ。ほらペース落ちちゃってんのバレてるよ。そう、あもう一回行くぞ。うまいわ。うまい、言うことない。いいよ、打って打って。ブリブリそこから、あーっ、ブリブリそこからきついよ。入ったー。おー、あいつすごいな。あいつエースだ。積極的に打ってけ。おい、待って、何何いいよ、何オッケーオッケー、待って待って、勝ちちゃう、勝ちちゃう。サイド振ってこ、サイド振ってこ。よし、いいよ。真ん中入るタイミングで入るタイミングで、あー、危ない。よし、しっかりね。回り回り、惜しい。いい、いいジャンプ力。おー、華麗なる特攻を止めた。大丈夫、太ももは元気か。元気だ、よし。攻める、その調子でいこう。攻めてこ、攻めてこ、もっときつい時こそ攻めよう。あんちゃん、いいよ、こっち、キャッチャー、いいよ。いいよ、8番コーナーね、7番入れる。みんなの、みんなで行けるよ、早く。いいよ。あの子はうまいね。あー、しょうがない。今のは攻めた結果、しょうがないよ。行け、攻めろ。負けてるじゃん、攻めろ。ここ攻めきろ。あー、取られた。止められた。君いつ出るの。ごめんね。ありがとうございました。ドル出ないといけない。確かに。ガガと交代しようか。いや、もう全然。そうだね。まあそうだな、ちょっと手加減してもらうか。ちょっと聞き手をなしにして、はい、そうやって言ってたもん、向こうの先生も。やっぱりそのそうなった時だ。あ、そうだよ、聞き手なしにしてもらって、はい、もう一戦行こう。よし、それでは、試合始めます。向かい手のみでお願いします。では、行くです。はい、お願いします。お願いします。集中してこう。イエース。お前一人かい。揃えろ、みんなで。よし、よし、よし、おちおち。ここまた息を吹いて。5番。オッケー。後ろいよ。あ、こうだ、こうだ。はい、後ろいるよ。また抜くね。サイド走って、サイド走って、こっちかいないよ。集中切れてる、集中切れてる。上がろう、集中しよう、集中。元気ないよ。だから表出て、表出て。そう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 。ナイス。エリアで守ってるの斜めくるスローで。はい。しゃ。よし。なんか出てきたわ。はあ。
味しいとこいただいただけじゃね。試合やります。はい、よっしゃ、よっしゃ。はい、8対2、はい、負けました。よっしゃ、はい、帰ろう。お願いします。もう監督ないシュートね。またできる機会がありましたらよろしくお願いしま す, しします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。そしてフィッシャーズスタッフもお疲れ様です。お疲れです。はい、ありがとう。ありがとう。ということで、よく頑張りましたね。いや、でも楽しかった。うん、楽しかった、ね。まあ、むっちゃくちゃ強いのもそうだし、前々からさ、ハンドボールやりたいってずっと言ってたじゃん。実はね。それの強いチームと戦えたのはマジでいい経験だったね。確かに、うん。初めてのハンドボールいかがでした？普通に。いや、超楽しかった。楽しかった、ね、めっちゃ楽しい。ね、またやりたいよね。やりたい、やりたい。実際俺もやりたいんで。シレクの指感知して、なんか一緒にやりたいし。そうだね。ちょっと僕も元気な状態でやりたいね。まあ、先ほど僕たちが飲んでいたね、あの、はい、こちらのインパクトホエイプロテイン、はい、まあ、売り上げなんか累計3429万個売れてる。おー、すごい。なん、ちょっと今からまた飲んでもらいます。60種類も味あるんで。すげー。そうだよね。2つも動いたから飲んでもいいでしょ。そういうことよ。マンゴー。俺ゴールデンシロップっていうのが気になるかもしれない。何それ。なんだろうね。じゃあ俺ナチュラルチョコレート。はい、抹茶ラテ。オッケー。好きそう。したら黒糖ミルクティー。いいね。俺昨日ちょうど飲んだんだよ、黒糖ミルクティー。あ、そうなんだ。だから気になる。いただきます。いただきます。いい音。これうまいな。あ、うまい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 。抹茶だ。これすげえ。そう、黒糖ミルクティー結構まんまだ。なんか自分の飲んださ、まあ、今回2個だったけど、うんうん、どれがうまかった？俺今飲んだナチュラルチョコレートうまかった。カフェ行ったかのような感覚になるわ。じゃカフェ行ったんじゃない？行ったかもしんない。バカ。単純すぎる。単純すぎるやろ。クリアプロテインみたいなの、うんうん、すげえ透明なやつなの。あ、そうだね。それすげえ飲みやすい。ゴールデンシロップ、うん、蜂蜜っぽい味するんだけど。あ、そう。でもなんか蜂蜜って言われるとなんかめちゃくちゃ甘ったるすぎて飲めないみたいな感じするけど、味的にね。結構ね、すっきりしてるの。そう、なんか全然すっきりしてるよ、うん、すげえ飲みやすい。これ抹茶ラテ。あ、今飲んだやつ。運動終わりに抹茶ラテを飲む機会ないじゃん。ハードな運動した後、しゃ、ちょっと抹茶ラテとはならない。ならないし、絶対ないでしょ。あ、確かに。その不思議な感覚で。でもなんかプロテインってやっぱミルク系と相性いいもんね。そうだね。うん、だからそれ飲めるのいいよね、うん、好きだし。黒糖ミルクティーが、昨日要は黒糖ミルクティー飲んでる。本物をね。本物飲んでるから。マジで大差ない。あ、そうなんだ。これ甘ったるさのくどさみたいなのないね。うん、あ、だからすごいあのプロテインの大事なとこそこじゃん。そうだね。くどすぎないっていうのが大事。まだ知らないお気に入りフレーバーがもしかしたら出会えるかもしれない。絶対ある。はい、ね、みんなも探してほしい、ね。まあ、逆にトレーニングの楽しみにね。確かに。来月はこの味みたいなね。マイプロテインさんが最大 88% オフの。88%。ただじゃん。はい、ほぼもうただだに近い。今年最大級のセール。はい、ゴールデンスーパーセールっていうの。やば。まあ、やるみたいな。マジで。4月の22日の夜9時から、はい、5月の9日の深夜2時までやる、はい、ギリギリする。買うしかねえ。結構あるよね。フィッシャーズとコード入力するとさらに安く購入できるみたいな。なんでですか？FISCHERS。 僕たちが着ているウェアね、はい、着させていただいて。あ、ね、これよかった、はい、風通しがいいの。そういいね。伸びるし、はい、そうね、スポーツ生地結構伸びるの大事だし、うん、大事。今回コンタクト多かったじゃん、ね、そうだね。そういう時にさ、このストレッチが効いてないと、はい、結構きつかったり、ね、腕も上げ下げ多かった。そうそう、多かった。いや、邪魔になんなかったから、うん、まあ、いろいろとチェックしてみてください。はい、はい、お願いします。ハンドボール初だった。え、体育の授業でもやったことない？やったことない。マジで全くない。今日マジで初めて。そうなんだ。俺久々。あ、やってたんだ。そう、この中でマサイだけちょっと。ああ、だから言えないエースっていう。そう、うん、ミラクルステップだったから。そんなあった。試合では出なかったけど。出ないんだ。出せ。一歩目で3歩出る。はっ。いや、本当なんだって。え、何それ怖い。やめ、やってみよう。はい。なんか感電してるみたいな。あのレミターさんが所属するチームに教えてもらったら全員個別レッスンみたいな。あ、より上手くなんじゃね。ね、そしたらプロと一緒に。うん、プロと一緒に。でも大丈夫、今日中学生の方々にケチョンケチョンにされたけど。いや、だからだよ。というか習いたいんでしょ。めっちゃ習いたい。マジで。だよな。だってこの企画俺が企画したの。そうなんだよね。俺がどのタイミングでドリブルしてんだよ。マジで。右足の左指になったの。え、皮むけた。何、右足の左指って何？すげえ。右足の左指。やばかった、やばかった。何それ。やばかった。何、右足の左指って何？皆さんありがとうございました。せーの、アデュー。ありがとう、ありがとう。動画見てくれてありがとう。セガサリー、ツイッター、ベストフォー、やってもネタで登録者1000万、奥でもか、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。